始まりましたかね。いやマジ死んでたからなんか本当に。いや誰ですか。私は光です。そのぐらいつぶ元気なんでしょう。皆さんこんばんは。こんばんは。始まりましたアビームコンサルティングスプリングキャンプ2021キャンプだよ。全員集合。イエーイ始まりました。第2日目。こんばんは。2日目です。こんばんは。さあ、こちらはですね、あのキャンプ中のモンテリオ山形の選手の皆さんが日替わりで登場してくださって、キャンプのお話はもちろんモンテリオ山形のサポーターの皆さんにあのいろいろとこう知っていただこうというお時間になっております。よろしくお願いします。さあ、こちらをお送りいたしますのはまずはこの方。松岡亮介です。よろしくお願いします。Okay. レジェンド、よろしくお願いします。そして佐賀大出身のモノマネ芸人シンディです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。皆さん音とか聞こえてますかね。聞こえてますか。大丈夫ですか。いいですね、うん、OK です、OK です。はい。はい、2日目ですね。そうですね、2日目になります。はい、ぜひともですね、皆さんの選手へのコメントとかいろいろありましたらチャット欄に、皆さんポチポチっとご記入の方よろしくお願いいたします。お時間許す限りご紹介できればなと思います。さあ、ということでございまして、先日の17日に行われましたあのキックオフイベントでは、うん、松岡さんとご一緒させていただきましたけれども、はい、ね、まだまだちょっと喋り足りないっていう感じをすごくあの受けましたので、今日はまた思いっきりお話ししていただきたいなと思います。僕でいいんですか。いやいや、もう松岡さんもやっぱり選手と一緒にいっぱいお話をしていただきたいと思いますので、ね、僕も喋りたいですけど、はい、まずは何より、はい、ゲストの紹介ですね。そうですね、ありがとうございます。すごいコメントいっぱい来てますよ。皆さんこんばんはってね、来てます。ありがとうございます、ね、こんばんは。お、こんばんは、こんばんは、聞こえてますよ。よかったです。キックオフ楽しかったってね、おーまっちゃんキックオフイベントぶりってありがとうございます。皆さんぜひともチャットよろしくお願いします。さあ、それでは登場いただきたいと思います。ご紹介いたしましょう。お願いします。18番南修斗選手、27番松本寛太選手、そして石丸清高監督です。来てるの。ありがとうございます。出だしの一発芸入りました。石丸清隆監督こと小松早田選手です。はい、よろしくお願いします。すみません、もういきなりありがとうございます。ね、先日のキックオフイベントでねやっていただきましたの監督のモノマネをちょっと今日もやっていただきました。もう絶好調でありがとうございます。ありがとう。はい、さあ、ということで、3選手登場していただきましたので、まずはですね、あのちょっと選手の皆さんの声も聞きたいところだと思いますので、うん、はいはい、自己紹介がてら、あの今行われております、まあ、キャンプの様子とか、あのその辺もちょっと一緒に交えてお一人ずつお話ししていただけたらなと思いますので、まず最初はどうしましょう。はい、南選手からいきましょうかね。そうだね、お願いします。はい、こんばんは。18番の南修斗です。今キャンプ来て1週間ぐらいなんですけど、まあすごく充実してますし、同じ部屋の熊本選手とも仲良くやれてるのですごく楽しいキャンプになってます。はい、よろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。では続いて松本寛太選手お願いします。27番の松本寛太です。キャンプはまだちょっと初めてでちょっと慣れない部分がやっぱ大きいんですけど、必死にみんなと今コミュニケーションを取って仲良くなれるように頑張ってます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。よっしゃ。それでは小松選手お願いします。こんばんは、8番の小松彩太です。キャンプは去年と違ってボールを使ったメニューが多くてとても楽しく充実しています。うん、よっ、よろしくお願いします。いろいろですね、質問が来てますけれども、うん、ああいいですね。シンディさん、その前に、はい、あの同じやっぱ大先輩として小松選手のモノマネ何点でした？
さっきの監督のですよね。はい。あの、大変良かったと思うんですけれども、一つあるとすれば、そのちょっと恥ずかしいという気持ちを、それをちょっと抑えていただけ、思いっきりやっていただけると、100点満点かと思います。もう似てるわけですから、ここはもう思い切って、ズボンと言ってほしいなっていう。いいんですよ、もう思い切って。それを聞いて小松選手いかがです？勉強になります。すみません。そうなん、そうなん、勉強せんで、ね。適当でいいから、そんな、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。もうでも、あのコメントにもありましたけど、すごい皆さん喜んでましたのでね、ありがとうございます。そうだね、うん、はい、やってくれるっていうのが大事だね。いや本当に嬉しいですね、ありがとうございます。素晴らしい。あの、シンジさん、後でちょっとなんかこう情報によると、おそらくお二方もちょっとなんかできるとは聞いてます。なんかあるんですか？よくないよ。メロディー育ちがなんかできるって聞いてます。メロディー育ちはちょっと違うっていうところが後で見れるんですね。あと、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。どうご期待。質問よろしいですか？お三人方、ほうほう、皆さん、キャンプ充実してますかということですけれども、まあ、あの松本選手はね、初めてのキャンプということで、全然全く違う内容なんですよね、もちろん。そうですか、その充実度というか。あ、それ去年1回ちょっと1週間ぐらい来たんですけど、あ、はい、まあ、こういうなんて長い時間帯でみんなと一緒に過ごすことはなかなかないので、うん、ちょっと緊張する部分もやっぱあります。またちょっと緊張があるってことですね。キャンプのトレーニング質的にはきついんですか？練習量的には、うん、きついと思います。ちょっと大学とは違う。大学とは全然違います。大学とはもう、うん、どういったところが違います？もう全体的にやっぱ精度がやっぱもう高さがもう全然やっぱり違います、うん、質から何からやっぱり意識から何かも違うと。なるほどね。やっぱそこを自分のものにしていければ多分もっともっといい選手になるんでしょうね、うん、大学の頃のスピード感よりもね、プロにスピード感慣れた方が、うん、そうですね。とりあえず今はもう慣れることに必死です、うん、そうだよね、1年目はそうだもんな。なるほど。という点ではね、あの先輩のお二人は、うん、いかがでしょうか、うん、キャンプの充実度というのは今現在。まあでもやっぱり、石丸監督になってこう2年目で、去年できてたことをよりこう追求していくっていうのが、もうキャンプ始まる前ですかね、山形で集合した時からもう目指すものが分かってるので、すごく選手としてはもうやるべきことが分かってるので、うん、やりやすいですし、すごく楽しいし、すごい充実してますね、うん、ありがとうございます。昨年は南選手、あのボランチをやってたんですけど、途中から。初めてですか？まあプロになってちゃんとあの試合の頭からボランチで出るっていうのは、まあなかなかなかったんで、あ、まあやっぱり凌介さんを意識して試合には臨んでましたね。ちょっと試合見たりしてたけど、やっぱ僕のプレースタイルと似てたわ。ボックスとボックスやったもんね、やっぱり。やっぱ凌介さんを見習っても、セカンドボールの反応をね、やっぱいち早く回収しに行ってましたね。あ、そう。石丸監督から何て言われたんですか、その試合に入るにあたって。まあでもやっぱりこう自分たちがボールを保持したいので、まあそういう前と後ろのパイプ役じゃないですけど、そういう部分をまあ言われて入りましたね。でもなんか申し訳ないけど、思ったよりすごい守備できてる、いや、やれるじゃんって思ったんだけど。まあ守備、そうですね、そんなまあ得意そうには見えないですけど、まあまあ頑張ってやりました。ちょっときつかった。でも90分出ると、いや、きついですね、やっぱり。守備のトップ下とは守備のやり方も違うんで、まあまあきつかったですね。そうか。いや、でもまた新たな南選手が、また今年もね、進化した選手、南選手見れそうですよね。楽しみ。楽しみ。はい、全員楽しみね。ありがとうございます。小松選手はいかがですか、キャンプ。
充実度は。そうですね、去年は素走りが多かったんで、今年はそれもなくて、ボール中心でもきついですけど、その中でも考えながら走るだとかいうのが身についてるんで、いいかなと思います。素走りは得意ではない？苦手ではないですけど、好きではないです。ああ、まあね、まあな、確かにな。なんかあのフィジカルコーチじゃなくて、新しくトレーナーの京谷さんが練習のメニューを見てるんですか？そうです、なんか全体的なコントロールとかアップとかを見てくれてます。ああ、どうですか、昨年とのなんか体の違いっていうのは、そういう面で。まだあんまり分かんないですけど、京谷さんを信じて頑張ろうと思います。あの人の体つきを信じよう、まずね。そうですね。自分で体現してるからね。はい、うん。信じる。なるほどね。じゃあな。あとですね、松本幹太選手に、山形の印象はいかがですかという質問来てます。チームの印象ですか？あ、山形のこの、はい、土地ですね、山形県の印象ですね。すごい雪、来た時にもすごい雪です。そうですね、ちょうど一番多い時だもんね。そうですね、本当にびっくりしました。やっぱ雪積もってるんだっていうのはまずやっぱびっくりしました。雪かきしました？いや、まだあのホテルなんで駅の方しか行ってないです。いや、雪かきするとね、また違った雪の大変さとかがこれから経験できると思いますけれども、うん、やっぱそうですね、今の時期だと。松岡さんも雪最初大変でした、はい、山形。いや、雪もそうだし、寒さのなんか質が違うんですよね、やっぱ東京とは。僕ら東京で育ってるからね、みんなわかると思うんだけど、東京と東北の寒さの質だよね、南。これ全く関西ですね、涼さん。え？バレた。バレた。バレた。松本君、僕とシティボーイだよね。いや、なんかちょっと関西州しますね、ちょっと。バレてる。小松君、早田、早田。ごめん、ごめん。僕、シティボーイだよね、一緒の。横浜だよね、一緒の。東京なんですけど。めちゃめちゃ関西感あります。東京住めないかな、これ。多分バレました。ダメか。いや、まあ、電波大丈夫。それぐらい本当に寒さはすごいよね、雪とね。うん、うん、そうですね。いや、あ、ちょっといろいろあるんですけれども、続いてちょっといきたいと思います。すいません。何？昨日から、発表もありましたけれども、うん、モンテリオ山形の選手の皆さんにですね、市町村アンバサダーに就任していただこうということで、今から本日出演してくださってます選手の皆様の就任する市町村の発表をさせていただきたいと思います。なるほど、昨日も発表してたね、うん、はい、今日も、はい、発表させていただきたいと思います。こちらですね、モンテリオ山形では2021シーズンより、選手はですね、山形県は全部で35市町村あるんですけども、それぞれの PRそして広報活動を行うアンバサダーに就任し、それぞれの市町村の情報発信のサポートを行います。で、アンバサダーに任命されましたの各選手は、まあ、各自治体の広報誌とか観光 PR、 あとオンラインでの学校活動の方に参加していただいて、山形県の魅力を各市町村とともに発信していきますということでございます。それでは発表させていただきたいと思います。はい、じゃあドラムロール行かしてもらいます。あ、でるるるるる、ちょっとまだ、あ、まあ、はい、早かったです。選手の名前言ってドラムロールでじゃんにしますか。あ、最初がいいですか。じゃあ僕じゃなくて、自分の場所は自分でドラムロール言いましょう。3選手あ、選手いきます。それでは発表します。まずは南選手からいきますよ。ドラムロールの準備できてます？南ドラムロールだよ。りょうすさん巻き舌うまいからいいですけどね、巻き舌できない、ちょっと自分なりにやってみます。いいよ、いいよ、オリジナルでいいよ。はい、やってみるっていうことが大事ですから。
はい、でちょっと南選手は実は2市町村ありますので2回ドラムロールの準備をお願いしますよ。南シュート選手の市町村発表させていただきます。まず一つ目は鯖江市です。イエーイ。そしてもう一つありますよ。もう一つ、もう一回、もう一回、ドゥルルルルじゃん、中山町です。イエーイ。ドラムロール伝わってますよ。ドラムロールやったかな今の。なんかドロドロドロってしてたんで多分ドラムロールで大丈夫だと思います。ヒューマンビートボックスかな思ったけど、気持ちなんで。いや、ヒューマンビュートいいですね。それでもいいですけど、はい、2つですね。それでじゃちょっと先に全部発表しちゃいますね。そして続いて松本寛太選手発表したいと思います。ドラムロール準備いけ、大丈夫ですか、いけますか。大丈夫です。 OK。 あ、すごい。それでは松本選手はですね、南選手よりも一つ多くてですね、3市町村ありますから3回ドラムロールお願いしますよ。それでいきます。来た、回るか。 OK。 一つ目はこちらです。ダン朝日町。いやいやじゃあどうぞ。多分そうです。どうだね。はい。ドン。金山町。金山町。急にちょっと。三回はいいっすよ。はい。はい。最後、最後ですよ。お願いします。ラストいきます。はい。ドン。金山町です。あっち。金山町、小国町の3つですね。さあ、そしてお待たせいたしました。ちょっと、松本選手、なんか電波のなんかが悪いのか、ドンしか聞こえなかったんだけど、言ってた？あ、そんなことないです、多分。こっちは言ってたんですけど、大丈夫。3回も。ドラムロールしてた？はい、いや、してました、してました、してました。なんか、行きます、ドンしか聞こえてなかったけど。じゃあ、勘弁してください。じゃないですかね。はい。言ってましたよね。小松選手は、じゃあ、なるべくはっきりと、大きく、はい、元気よく、ドラムロールを。よろしく。お願いします。小松選手も、3市町村ありますので、3回お願いします。それでは、まず、1つ目は。でるるるるる。ドン。大倉村。トンって。それでは2つ目はるるるるよいしょ。帰ってきた。そして最後3つ目は誰がよいしょ言え。ポン。三者三様。大倉村、飯豊町、庄内町の3つとなっております。さあ、ということでそれぞれ皆さんに、就任していただく、35市町村の中から割り振りありましたけれども、皆さんそれぞれの特産品とか観光地とかいろいろ何か知っているところとかありますか？ね、まだ1年目の松本選手とかだとちょっと一生懸命ちょっと調べたりしないとわからないかもしれませんが、どうですか、ちょっと入ってますかね、頭の中に。そうですね、なんかリンゴがすごい地域があるって聞いて、うん、リンゴがすごい地域、はい、それはどこも朝日町だったかな、確か朝日町、あ、リンゴですね、はい、合ってる、そうですね、リンゴ、はい、リンゴ合ってます。ちょっとリンゴを食べに行きたいです。あ、リンゴね、そうですね、リンゴのその、はい、朝日町なんですけれども、アップルニュートンっていうものがあるんですけど、松本選手なんか分かります？アップルニュートンと聞いて何を連想しますか？アップルニュートン、めっちゃ豚が赤いとかですか？最後のコーンだけ、それ。いいですね、いいですよ、赤目の豚とかですか？それ紅の豚や、それ。おめねえ豚はただの豚じゃ。そういうアップルニュートンっていうのもあるんですけど、特産ブランド豚やる、ね、特産ブランド豚なんですけどね。はい、ニュートンのトンが豚になってるんですけどね、ニュートン、リンゴのね、ニュートンとちょっとかかってるんですけども、はい、豚肉さんです、はい、そういうのもありますね。あと、松本選手です、まあ、金山町ですと、シューネスハイム金山という、まあ、キャンプができたり、
まあ、冬はスキーができたりするところもあったりとかですね。あと鯉とか食べたことありますか？食べたことないです。鯉の缶煮とか土壌のたたきとか、そういったあの多分珍しいのかな、山形県民からすると多分普通にいただいてるんですけれども、そういった、お料理もありますのでね、ぜひとも召し上がっていただきたいなと思います。小口町も鯉は食べたことない？いやもう全くないです。土壌もないです。鯉はしてる？鯉はしているとは思います。ごちそうさまでした。いただきました。はい、次どうぞ。はい、そしてじゃあ、南修斗選手ですね、ごめんなさい、松本選手の小国町も、まあ、山菜とかキノコ類もそうですけれども、木工品とか、アーケビアのマタタビとかブドウのつるで作ったカゴとかも有名なところですのでね、はい、そちらの方もいろいろまたもっと調べていただきたいなと思います。南修斗選手は、寒河江市と中山町ですけれども、何かこれ知ってるよというのありますか、南選手？寒河江の、チェリーランド、道の駅、はい、奥さんと2人で、アイス食べに行ったりしますね。ちなみに何アイスですか？あのつや姫のお米のアイス。うまい。美味しいですよね。あれ大好きなんで。美味しい。お米が入ってんだよね、ちょっと。そうなんですよね、あれ大好きで、食べ過ぎは良くないんでたまに行きますね。ああ、いいね。美味しい。あれ天童温泉の近くにもあるじゃん、ワクワクランドのとこにも。はい。あるよね。はい、ありますね。味一緒？味は一緒です。味一緒だそうです、皆さん。そして、あと果物がとってもたくさんあるのでね、さくらんぼ狩りとか、いちご狩りとか、ブルーベリー狩りとか、いろいろ果物と触れ合える土地でもありますね。で、中山町は何か知っていることとかありますか？岡山町は、まあ、球場がありますよね、球場があったり、最上川があったり、流れてたり、まあまあこれから勉強してって感じですね、一応山形県のソウルフードの一つである芋煮の発祥の地でもあるんですよね、中山町って、はい、そうなんですよ。そうなんや、はい、初めて。あ、そうなんですよ。ぜひぜひちょっといろいろ調べてみてください。ね、そして、小松隼人選手ね、3つありますけども、大蔵村、何かご存知なのありますか？大蔵村。まあ、肘折温泉とか、肘折そばとか、有名なのありますけど。肘折温泉っていうのは、なんか歴史が長いっていうふうに聞きました。ぜひとも、これを機にね。なんかみんな。そうですね。調べたの？なんかで調べました。いや、ありがとうございます。事前にね、調べてこいつら調べていただいてね、ありがとうございます。あと、飯豊町は何か？飯豊町はなんか米沢牛が美味しいっていうふうに聞きました。そうですね。あと、まあ、結構お酒が美味しいとこですかね。地酒とかワインとかトブロクとか、あと花笠温度の花笠とかも有名なところなんですよね、はい、あと庄内町ですね。3つ目は庄内町は何か知ってますか？お米が美味しいっていうのと、月山の頂上がある、そうですね、よく知ってるね。すごい、お米が美味しい。なんか予習した？予習した？しました。しゃれ。めっちゃ調べてる。すげえ。いやいや、でも皆さんこれからね、これを機にまたいろいろ調べていただいて、もっと知っていただいて、はい、大事だよね。はい、そうですね。まあこれからの1年間、皆さんはアンバサダーとしてのPR のご協力をよろしくお願いします。お願いします。本当に松本選手にはもっともっと山形のことを、まあ、なんだったらもう35市町村全部知っていただきたいぐらいの気持ちでいますから、
なんでなんでなんでですか？いやそれはやっぱり、うん、この山形にこう来ていただいて、うん、このやっぱり先輩方からいろいろやっぱりこういうものあるよっていうのも聞きながら山形のことをねもっとねこう好きになってもらいたいっていう、もう最初の大事な1年目ですからね。あんたなんかさっきから松本くんになんか優しいわね。ちょっとあんたそれ何やってんの？何？あんたの真似をしてんじゃないの？あんたが優しいから言ってんのよ。え、それ何やってるの？私この柳徹子よ。違う、黒柳徹子は私よ。私よ。私なの。あら、画面の奥になんかもう一人黒柳さんいるわね。え、ほんとどこ誰なの？どこにいるの？私よ、あまへん。ちょっと笑ってくださいよ。厳しいっすよ。本当に。一回モノマネ芸人先輩のシンディさんに聞きます。松本選手何点でしたか？120点です。ありがとうございます。いやもうこの瞬発力に今もう点が加点が入りましたんで、技術点とかじゃなくてもうその瞬発力にだいぶ加点入りました。はい、かなり期待ですね。たまにお付き合いいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということですね、ここで、今日からですね、今後発売予定の、キャンプグッズのご紹介をさせていただきたいと思います。本日のご紹介は、選手もですね、実はキャンプ地で、使っております、2021スプリングキャンプマスクでございます。こちらですね、販売価格は税別1200円の予定で、まあ、ちょっと発売日がですね、ちょっと今後皆様に発表させていただきますので、もう少々お待ちいただきたいなと思います。今ですね、選手の皆さんがこれつけてくださってますけれども、はい、画面にも今出てますね、こういったデザインの、はい、ペナルティーと書いて2021スプリングキャンプと右側に書いてますけれども、こちらのマスクが今後発売されます。発売予定日は後ほどホームページの方でね、後日発表させていただきます。さあ、キャンプ地でも皆様につけていただいているということですが、小松選手、つけ心地はいかがですか？生地感とかどうですか？ツルツルしてます。ツルツルしてます。お肌か。不足商品か。はい、次、はい、耳とかも大丈夫そうですね。痛くない感じですね。痛くないです。はい、画像から見ると、はい、つけやすそうでね、ぜひとも皆様お求めいただきたいと思います。概要欄の方に J リーグオンラインストアのリンクがありますので、まあ、そちらからご購入いただければと思います。そして続いていきましょう。2021シーズンシート、現在絶賛申し込み受付中でございます。年間、まあ、10試合から、まあ、14試合見るよって、ね、ご来場されて見るよという方はですね、1枚ずつのチケットをご購入いただくよりもシーズンシートのご購入をお勧めしております。まとめてね、こうガッと購入していただくことで、まあ、手間もなく最もお安く、お求めいただけますのでよろしくお願いいたします。ウェブにてクレジットカード決済並びに自動継続申し込みをいただきますと、なんと総額2000円もお得にお申し込みができます。2000円結構大きいですよね。それでグッズとかも買えますよね。ぜひぜひ皆様、2021年2月28日の日曜日がシーズンシートのお申し込み日の締め切り日となっておりますので、お早めにホームページからお申し込みよろしくお願いいたします。それではせっかくでございますので、南選手からも一言、シーズンシートどうしようかなと考えているサポーターの皆さんへ、そして今買うよ、買おうかな、どうしようかなという方もいらっしゃると思います。一言お願いします。お願いします。やっぱり、僕たち選手は、一人でも多くの、皆さんにスタジアムに来てもらえることですごく後押しになりますし、チームがね、より一層強くなれると思うので、皆さんぜひシーズンシートを買っていただいて、スタジアムに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。よっ、ぜひとも皆様よろしくお願いいたしますと。お願いします。さあ、そろそろお時間もやってきましたけれども、松岡さん、何か他に松岡さんからのご質問とかあったりしますか？
そうですね、なんかこれは聞いておきたいというこのお三方に。そうですね、本当にやっぱ皆さんサッカーでさまざまな経験されてきて、本当に素晴らしい選手が集まっていると思います、今年。で、どうしてもやっぱサッカーについてこう聞きたいんですけれども、そのドラムロールのやり方ってどうやってたんですか？そこ、そこ。それぞれお三方、先週のね、やっぱり生きてきた経験が違うと、ドラムロールのやり方も違うかったんで、松選手のこう3つ変えるっていう最後、あれどうやって思ってたのかなと思って。やっぱり、他の選手と差を見せるには最後の局面をどう打開するかっていうことを考えてあのようなプレーをしました。それをだから自分は決断したんだな、そのプレーをな。はい、あのいろんな選択肢あったんですけど、あのプレーを決断しました。そういうことなし。ありがとうございました。松岡さんどうですか、すっきりしました？こちらからは以上です。こちらから以上です、ありがとうございます。またこれからお休みになられて、明日の朝からまたトレーニングですよね、皆さん。そうですよね、すごくあの体もちょっときつい時もあったりとかいろいろあると思うんですけど、ちょっとこれだけ私いいですか、聞いて、あの、うん、お三人のこのきつかった時とかでもこれに癒されてるって、これがあるから頑張れるみたいなのって何かあるんですか、皆さん。例えば練習終わって部屋戻ってきて、これを見てる時が一番癒されるとか、そういうの何かあったりしますか、聞かせていただきたいです。癒しの一品みたいな。南選手からちょっとすいません、急に、うん、あでもやっぱ練習して戻ってきて、昼はだいたいみんなこう午後の練習に向けて、昼寝する人もいるし、いろいろ治療したりする人もいますけど、夜は、みんな好きなことっていうか、自分のリフレッシュの時間にやってると思うんですけど、僕は最近はもう進撃の巨人を見て、一回サッカーの思考からこのアニメの思考に一回行って、でお風呂入って寝るっていう、少しの間ですけど、こうサッカーから離れて、また明日から、新鮮な気持ちでできるように好きな時間を過ごしています。大事やね、それは。ありがとうございます。筋肉の巨人なんやな。松本選手はどうですか、初めてのキャンプで。そうですね、自分はゲームかアニメです。ゲームは最近ちょっと桃鉄やってて、桃鉄して転がし、あのサイコロ転がして遊んで。一人でやってるの？一人でもできるんですあれ。一人でもできるんで。あれみんなでやるから楽しいんじゃないの？みんなでもやります。そうなんだ。はい、みんなでやったり、でも一人の時間があるんで、一人の時は一人でやります。はい。そうだよな。確かにな。ちなみにアニメは何見てるんですか？アニメですか、リゼロっていうやつを見てます。いや、進撃の巨人ちゃうんかい。すいません、ちょっとそこは違う。シュートちゃんと言っとかなあかんよ。はい、すいません。はい、ベルディのね。さあ、そして小松選手はいかがですか？僕もゲームしたり、あとは温泉があるんで、温泉入ってゆっくりして過ごしてます。アニメはリゼロってやつ見てます。ことごとく求めてた答えが違う、ね。お前ら来週お前崎行くからな、覚悟しとくよ。めっちゃ喋るからな、みんなで。はい、ありがとうございました。楽しい時間を。はい、あっという間でもうお時間なんですけれども、明日もまた、こちら YouTube ライブあるんですけれども、明日の選手のご紹介を最後にお知らせさせていただきます。はいはい、明日はですね、1番ゴールキーパーのビクトリ選手、そして31番ディフェンダーの半田陸選手、そして17番のミッドフィルダー加藤大輝選手の3選手の皆さんが、はい、
こちら YouTube ライブキャンプでは全集合に登場していただきます。また明日ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。ということで最後に、皆様から一言ずつじゃいただいて今よろしいですか。はい、これから開幕に向けてとか。どの選手からですか。あ、南選手から。はい、はい、最後に、はいはい、お願いします。しっかりこのキャンプで、自分たちのサッカーをこうどんどん高めていって、開幕戦で、勝ってサポーターの皆さんと、喜びを分かち合えるようにしっかりいい準備をしていきますので、応援よろしくお願いします。じゃ松本選手お願いします。これからいろいろやっていく中でチームのものをしっかり積み上げてちゃんとしたプレーができるようにまず自分自身頑張って、そしてスタメンで試合に出られるように頑張るので応援よろしくお願いします。選手お願いします。僕は去年より試合に出てサポーターの皆さんともっと多く勝利を分かち合えるように努力して頑張ります。よろしくお願いします。素晴らしいコメントでした。ということで選手の皆さん、はい、のキャンプのお忙しい中、お疲れの中お時間ありがとうございました。本日出演いただきました選手は南修斗選手、松本寛太選手、小松隼太選手でした。ありがとうございました。最後は石丸監督やらないでいいよ。ありがとうね最後までありがとうみんな。そして、こちら、お送りいたしましたのは松岡亮介です。そしてシンディでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日も20時からよろしくお願いします。お三方ありがとう。頑張ってね明日また。